皆さんこんばんこばは今日もですねやってきてきししまいまいたあの,放送がです、ね、あの放送とはですね皆さんの寝落ちをお手伝いし顔面にスマートフォンを落下させるそんな YS パンダラジオのお時間でございますさあ今日もですね無駄な時間を一緒に過ごしていきましょう。 さあ、そんなわけでですね、今日の、まあ、ワイスパンダラジオ、何の話しようかなっていうのは思ってたんですけども、まあ、先ほど、ちょっとね、あの、トラックに乗ってたら、こう、後ろからね、元気いい音がして見てたら、あの、初期型の TZR ですね、1KT ですね、が、ビューンと走ってきたんですよね。そして、おもむろに右側から、まあ、あの、右折レーンですね、右側から、ビューンと抜かしてって、そのまま風のようにですね、バイクを寝かし込んで、あの、消えていったんですね。まあ、それを見て、まあ、結構ね、 軽装だったんですよ。あの危険なことではないですけど、割とこう突っかけて乗ってる感じだから、今の時代で言うと厳密に言うとこうなんか、もっと安全運転した方がいいんじゃないの？とか、いろんな声がね。集まるような感じではあったんですけども、なんかね。ふとそれを見て懐かしいねと。とその全てがそうなってたんですよね。しかもね。おっさんじゃないんですよね。乗ってたのが多分若い人なんですよ。あれだからそういった意味ではあなんかそこだけ一瞬こう。昔のようだったので。 不思議な気持ちになったんですよね。なんかちょっとこうタイムスリップしたようなね、そんな気持ちにさせられるような、そんな出来事だったんですけども、ちなみにですね、今日のお話はですね、バイクのかっこいいと思う瞬間っていうのをですね、皆さんに募集したので、それをまあ読んでいきたいなというふうに思ってはいるんですけども、まあその前にですね、ちょっと こういうのを考えました。まあ、今週上げた動画をちょっと振り返っていこうかなというのもですね、まあ、ワイスパンダラジオまで見てくれてるあなたでしたら、多分今週上げた動画もなんとなく見てくれてるのもあるんじゃないかななんて思うので、それをですね、なんとなく喋ってから、ちょっとパンダラジオの放送に入りましょうか。ということで今日はですね、前回、憧れの先輩とバイクっていう内容でパンダラジオを放送したんですけども、それ以降のものですね。ではですね、まず最初、テネレ700スタンダード。 3人の体格別足つきチェックっていうのをやりましたねこれは手が入ってききたたのででななんとなく撮ったんとくっっすよ足つきやっぱ気にする方多いじゃないですかただそしたらですねこれは、えー、と1今のところね1万7000回ぐらいの再生回数でまあ情報として皆さん見ていただいているのかなという感じですねまあなんとなくまあそんなもんかなっていうようなイメージではあるんですけども初心者向け DOHC と SOHC ですねのそれぞれどんなメリットがあるんでしょうという動画を実は上げたんですけどもこれはね誰か見んの それなんか、まあ、知りたい人はいるのかなっていうのはちょっとあったんですけど誰か見んのかなと思いながら上げたっていうのは実は本当のところなんですけどなんと、えー、これ4日間でね4万9,000回かな4万9,000回の再生回数をもらってるとこれ一応ちなみに、えー、今日がですね木曜日です木曜日なのでこれ皆さん見てるのは多分金曜日だと思うので昨日って思ってもらえればいいんですけどの段階で4万9,000再生もあったというところでですねありがたいですねそして 次がですね、テネル700をアドベンチャー仕様にカスタムしていきますっていうふざけた動画を上げました。これは1万6000回再生です。これ、ちなみに3日間でですね、これちなみに、 いかにもアドベンチャーバイクにカスタムしていきますよっていうような,なんかカスタム系と思いきや初回は戸塚ちゃんのステッカーを貼って終わるっていう荒技に出たんですけどもステッカーチューンが最初の1回だったってことですねこれね結局パーツがまだ来てないのと取り寄せはしたんですけどもなんかねヘッドライトにメッシュのやつが売ってるんですよかっこいいのがそれつけたかったんですけどメッシュのやつがなんかバックオーダーみたいです要はいつ来るか分からんってことですねただその他のパーツはちゃんと来るみたいなんでこれも展開していきますんでご期待いただければというふうに思ってますこれでも半分ねぶっちゃけ趣味です そして今週はやっぱテネレがね原車入ってきたっていうのもあってテネレ系が多いですね動画はねあのテネレ系の動画が中心にはなってるんですけどもまあテネレもですね面白い感じにやっていこうかなと思っています、まあ、ちなみに戸塚ちゃんに関してはあのものすごいいろんなことを考えてるんですよまあ当然ねあの物事一気にはどうしても進まないのでちょっとずつ小出しになっちゃうんですけどただ戸塚ちゃんに関してはですねすごい頑張ろうと思ってるので、まあ、これちなみに。 ここれれ見ててくださいこれ覚えてます前にあの絵を描いてくれた方がいらっしゃるんですけどこの方が実は戸塚ちゃんも描いてくれてるんですよね天才なんですよこの方ということで今ね漫画を描いてもらおうと思ってですねそういう話をしてます戸塚ちゃんもこれから命を吹き込まれるということですよそしてあのすいませんよろしくお願いいたしますということであの戸塚ちゃんのステッカーを送っときましたんで、はい、ぜひここ今後もですね引き続きお願いいたしますということで視聴者の皆さんもきっと。 トカちゃんを待ってくれてるはずなのでということでですね是非よろしくお願いしますさあそしてあとはですねこれもね、まあ、なんとなく視聴者さんのコメントを参考に作った動画なんですけど「排気量マウントされて悩んでる方へ」っていうやつですねこれはね驚いたんですけど一晩で3万6,000回の再生回数ですね。そんなのを ちょっといるのって思いながらも、でもなんとなくまあ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 と思って撮った内容ではあったんですけども、ただこれすごく驚くほどコメント数が多いです、皆さんの。なので、やっぱりいろいろ気にされてる方多いのかなっていうのもあって、なんかそういうのってやっぱお役に立てたのかなっていう気にもなるんですよね。まあ実際どうだか分かんないですけど、あの高評価をしていただいた方が多かったので、もしかしたら皆さんなんかこういうので、ちょっとでもね、スッキリするのか、もしくは、 ちょっとでもこう、あ、そうなんだっていう風に思っていただけるのかなっていうので、ちょっとね、こっちもやりがいがあるものにいつの間にかなったので、まあそういったところでですね、これ、このラジオのところでもいいですし、逆にあの、こういうの話してよっていうのがあればですね、言っていただければですね、私がですね、あの、いろいろとこういうのを作りますから、そしたらよりね、皆さん、あの、顔面にスマホを落としていただける機会が増えるのかなとも思うんですけど、そして、最後はね、手ネれの実年費調査ですね。これはまだ上がったばっかりです。 だから正確な再生回数はわからないんですけどもまあどれぐらい走るのかなというのをですねやってますのでよかったら見てあげていただければいいのかなとちょっと今週は手でれづいていたそんなウィークになるんですけどもさあ来週はどういうふうな形の放送になっていくんでしょうかあのフリートークの方もですね、えー、水冷、空冷、揺れそれぞれのメリット、デメリットみたいなのを、えー、撮影したりはしてます今日これと合わせてね。 なのでそういったものもアップになると思いますので、ぜひお楽しみにしていただけたらというふうに思っています。さあ、そしたらですね、いよいよ皆様からいただいたコメントの方にですね、えー、ご回答させていただくところの一番のメインのところに入っていきたいと思います。さあ、そんなわけでですね、バイクがかっこいいってなる瞬間っていうのをですね、皆さんに募集したんですけども、さあ行きますよ。パン長ョ,ョさんですね。洗車後のピカピカになった愛車を見ると、俺のバイクかっけえなと思います。 これもういいねもいっぱいついてますしまあこれもう本当にそれあるあるですよねバイクも車もですね洗った直後にですねこう眺めてる瞬間というのは至福の瞬間ですねはいということでですねありがとうございますさあ次行きますよ ブルーラバー、セイズイさんですね。かっこいいと思うバイクシーン。これはかなりの意見分かれるかもしれませんね、えー。自然豊かなところを気持ちよさそうに太いタイヤのバイクが走ってると、くーかっこいいなって田舎の細いタイヤのバイク乗りの自分は思います。タイヤの太さね。これね。どうしてもね、憧れますよね、タイヤの太さ。これはですね、まあ太いタイヤのオートバイってまあ高性能の証みたいなイメージがありますから、どうしてもね、やっぱりそこはタイヤが太いとかっこいいなと思う瞬間があります。昔ね、やっぱりタイヤが太いことを売りにした バイクっっていうのもあったんですよ例えば X4 っていうバイクがあってこれホンダさんのバイクですね 1300cc の4発の VMAX の対抗馬みたいなバイクだったんですけどもリアタイヤはものすごい太かったりとかあとは皆さんご存知ホーネットですねあれも 250cc の規格を超えたですねリアタイヤの太さを、まあ、取り付けしてすごく人気が出たオートバイかっこいいですね見た目がねというオートバイだったりとかっていうのがありますねさあ次行きますよ次清水さんという方です 初めてコメントしますありがとうございますじゃあ次が二回目ですね はい、ぜひお願いしますねバイクかっこいいなと思ったシーン学生時代友人の自動車に同乗して旅行に行った際に通った有料道路でこちらが左に寄りスピードを落としツーリングしている集団を先に行かせたところライダーの皆さんが左手を上げてお礼の意思表示をしながら走り去っていくシーンはバイク乗りかっけえと思いましたマナーの良いライダーを見ると気持ちが良いですねこれはねあると思うんですけどこれ最初ねちょっとね照れくさいんですよね一番最初こう例えばバイク乗るじゃないですかそして当然こういうのを知ってるわけですね なんとなくライダーがこうパッと手をさっそうと上げていくシーンはっていうふうに思うんですけどもそれもですね一番最初は皆さんねどういうふうにちょっとこうナチュラルに見えるようにクールに決まるようにそしてこうだんだんこう自分なりのルールができていくのかもしれませんけども慣れた感じシュッ ってやられるとですね、やっぱりこう、キメキメだな、かっこいいなってなりますよね。あとは今だとね、あの、ピースしてこう、すれ違ったりとかね、そういうのもありますんで、あの、バイク文化もね、いろ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 どんどん姿形を変えながら、やっぱりお互いが気持ちよく走れるようなことですからね、その挨拶もそうだし、ピースもそうだし。なので、まあ、すごくですね、いいなと思ったりさせられる瞬間ですよね。かっこいいって思ったりもしますよね。まあ、あんまりやりすぎて両手離したりはしないようにしましょうね。はい。そして、次。 KK さんですね。バイクかっけえいいなーって瞬間見ず知らずの子供にかっこいいって言われたり車内から手を一生懸命振ってくれた時はかっこいいというよりも嬉しいなって思いますねいつまでもかっこいいと思われるように安全運転していきたいですということですねそうなんですよね別に無理してスピード出さなくても R1 はかっこいいし CBR はかっこいいし GSXR はかっこいいんですよね要は皆さんが乗ってるバイクっていうのはもう何にもしなくてもかっこいいんですよどうせどうせかっこいいんですどうせなので あの、無理してね、いろんなことやんなくてもですね、もうただ走ってるだけでかっこいいってなったりするんですよね。特にお子さんはですね、車の窓からね、見てますよ、皆さんを。さあ、そんなところにですね、あなたのかっこいい愛車をですね、見せつけて駆け抜けていただけたら、もういいんじゃないかなと思いますよ。ライダー増やしてください。さあ、次。バン、19943ですね。バイクかっこいいなとなる瞬間は、セルを回したときですね、キュルキュルキュルドーンとエンジンに火が入って、心地いい爆発音が響く瞬間が最高にクールです。4気筒の吹き上がりもたまりません。かっこいいを通り越して興奮です。ありますね。音。 ももううう音はねねうそうですよ、ね、皆さんそれをやっぱり憧れて車種を選んだりするわけじゃないですか俺は4気筒の音がいいな俺は3気筒の音がいいなやっぱ音っていうのはですね心に残りますよね単に耳から入ってくる情報というだけではなくて特にバイクでね今来年期間のものに皆さん乗れるわけですからそれはですね非常にですねありがたいことだというふうに私は思いますなのでですねこのバイクの音わかるよなだって置いてあるとかっこいいじゃないですかまずね バイクってかっこよく作ってあるじゃないですか。どれもこれも。言うてもね。当然、好みがあって、これはかっこいい、これはかっこ悪いってあるかもしれないですけど、基本的には好きで買ってるものって絶対かっこいいんですよ。そのかっこいいのからですね、かっこいい音がしちゃったら、もうこれは大変ですよね。興奮ですって書いてありますけど、興奮ですね。さあ、次いきますよ。えー、HCR32EXD さんですね。お疲れ様です。今日も楽しく配置をさせていただきありがとうございました。自分の一番バイクかっこいいと思う瞬間。シーンですね。ごめんなさい。 キャンプツーリングの際、目を覚めてテントを抜け出した時に目にする朝日を浴びた愛車の姿です。そしておはようと声をかけてそっと手を添えます。大体びしょびしょですよね。そういう時ってね。あの夜露で山ながらとね、かっこいいんですよね。あれね。びしょびしょでこう、ちょっとキラキラしてて朝日を浴びて。ああ、なんかもうね、当然、ちょっと非日常的な空気っていうのが大体いいバイクでキャンプツーリング行く方のね、 一番面白い瞬間だと思うんですけど夜そういうの過ごしてちょっとお酒なんか飲んじゃってね盛り上がっちゃったりとか知らない人と喋っちゃったりとかいろんなことやってそしてその日日常が終わるわけですよそして朝起きてこうテントからだいたいちょっとね普段はしないような早起きになっちゃうんですけどねテントからこうパッと見た時にバイクがキラキラしてると、まあ、確かにねふうって思いますよねあ,あそこはちょっと満タンな瞬間ですね確かにね次行きたいと思いますこれ名前読めないなえっ、ー、とね神武さんなのかな神国の神ですね武士の武 かっこいいと思うバイクシーン。サーキット上でかける姿は最高だと思います。そうですね。サーキット上かける姿っていうのはやっぱりあの、オリンピック見てるのと変わんないですからね。一番そのバイクの性能をもう全力で競ってるところのアスリートですから。その ましてね一歩一秒争って男たちの戦いですからそれは最高ですねさあ次行きたいと思いますはいホロホロさんですねかっこいいと思う瞬間ですがツーリングから帰ってきて駐輪場に停めた自分のバイクを眺めた時ですかね自分を乗せて事故も起こさず走ってくれたって思うとすごくかっこよく見えますおこれちょっと違う角度からの目線ですねそのバイクがしてくれた働きに対するかっこよさですよねまあでも結局 自分なんかヘロヘロになるじゃないですか長距離ツーリングとか行くとでもバイクはこうしれっとしてるんですよねやっぱ止めた後もねなのでお疲れ様って確かに思ったりはしますしすごくそういうところもある意味かっこいいですよねこれはでもなんか働くなんだっけな昼間のパパはちょっと違う的なかっこよさですよねはい次 1100CB さんですねバイクのかっこいい瞬間信号のない横断歩道で歩行者に水を譲るときおかしかったですね今ね 信号のない横断歩道で歩行者に道を譲る時、俺ってめっちゃ余裕やんと思ってしまいます。当たり前のことなんですけどね。逆に前の車に続いて横断歩道を通過してしまう時は歩行者の視線を感じて後ろめたいです。そうですね。まあ、できればいつもかっこいいライダーでありたいのは本心ですよね。なんかああああああやべえ行っちゃったっていう時もありますけどね。はい、次ふみふみさん、いつもありがとうございます。かっこいいと思うのは、大型バイクが走ってるのを見るとかっこいいと思います。マフラーの音とかが響いてきて、自分が乗れないからこそ憧れてしまいますね。あ、とつかちゃんの声が決まったようですね。 楽ししみにしています本当はね今回つかちゃんの声をですね乗せたかったんですけどごめんなさいタイムオーバーで無理でしたまあちゃんとつかちゃんの声そんな遠くないうちに聞けるように頑張りますので、えー、ちょっとお時間くださいつかちゃん全力でやってますからねいろいろね、はい、彼女も今生まれるために必死ですそして大型バイクやっぱり絶対的な排気音がありますよね重さというか地響きのようなねたとえばノーマルマフラーでもですねなんか重さ っていうのがこうずっと来ますよねあれは確かにあの大型乗ったことないからだから見るとよりかっこよく見えるかもしれないですねパンマユウさんですねかっこいいと思うバイクの瞬間ツイッターでヤバハ美しいとつぶやくためにパシャパシャ写真を撮るのですが写真を選んでいるときにやっぱり黄色はかっこいいっていつもの病気が出てきますこれはいいですねああのあのある一定のレベルに達するとそうすると目にフィルターがかかって 黄色くしましまになったりとか白赤でしましまになったりとかするとですねもうそれだけで何でもかっこよく見えたりとかするんですよだから本当にねそれがさらにバイクの形してるわけですからもうこりゃねたまんない人にはたまんないですよねいろんなそういうのありますから例えばあの全部何でもかんでも緑色に塗られてるとかっこよく見えたりとかねいろいろそういうのがねあるんですよ病気としてはなのでいろんな病気を発症してる方はたくさんいますねももうあの菌に感染してる方もいますんで まあそういったところではですねそれぞれの,あの病気を楽しんでいただければとはいまあお医者様に言っても治す薬はこれはございませんので皆さん安心して楽しんでいただければ治らない病しかも幸せこんないいことはこの世にありますか聞いたことがないはい次 MK さんですねよく考えたら俺にバイクの先輩っておらん少しだ少しだね羨ましいこれはあれですね前回の憧れの先輩ですねもうこの方は自分が率先してるんですねきっとあなたを見ている後輩がいるんじゃないでしょうかはい、えー、頭痛持ち 竜太郎さんでいいのかな嫌な名前ですね。こんなもん持ってたくないですよね。信号待ちでショーウィンドウやタンクローリーの後ろのピカピカのところに映った自分を見たとき、俺かっけえなーってニヤニヤします。これはもう、バンコク共通、みんなやってることだと思います。あの、追突しないよりだけ気をつけましょう。はい。次行きたいと思います。RURHHHH さん。なんていうのこれ。ラハーって読むのかな バイクかっこいいなと思う瞬間、フロント斜め45度から見る、セロ250のかっこよさにやられ、数十年ぶりにバイクにリターンしました。ちなみに高校生の頃乗っていた TZR は、リア斜め45度がかっこよかったです。ということですね。はい。確かにこう、バイクって斜めから見るとね、かっこいいんですよね。これ、なんでかっていうと、なんでかっていうとっていうか、バイク屋さんが、例えばバイクのね、インターネットにこう、中古車を乗せるときとかって、結構そういう撮り方をしてる方もいますね。中にはね、こだわってね。はい、次。エヴァーミリオンさんですね。 デュラ,ララララのセルティみたいなバイク女子とすれ違った時でもそれは装備効果であって幻想だと我に返るって書いてありますねこれはあのまあゲレンデ効果と一緒ですよねもうスキー場とか行くともう全員美人っていうのと一緒ですねはいまああのただですね とんでもななななくく美人が出ててるるかかもももししれれいいいのでで、ね、我に返ってる場合じゃそれとんでもない美人が出てきてしまったら多分もう無理でしょ見ない状態でこれは幻想かもしれないマジックだって言ってるぐらいなんだから中からとんでもない、ね、ピカピカの人が出てきちゃったら気をつけてくださいね YouTube とか見てるとあのバイクに乗ってる女子とかってとんでもない綺麗な人たちいっぱいいるわけですから蓋を開けたら、ね、もう鼻血出してひっくり返っちゃう人たちがいるかもしれないので、はい、これは決して。 あのヘルメット脱いだらそんな期待ではなかったなんていう話にはならないかもしれないですね。はいダメですよ人を見た目で判断しては。次行きますね。ハイジンさん新車とか、えー、新しいモデルとか発表された時その画像を見るとかっこよすぎってなります。これはねもうねダメなんだよなこれもう本当にねあのこ最近だとテンデレン700ねあれもそうだったんですけどもう車もそうだしバイクもそうなんだけどもう本当にねあのなっちゃいますよね。今だと例えば あれなんかあれじゃないですか好きな方は僕全然正直ハリアは興味ないんですけどただ好きな方はもうあれなんか今もろうなんだこれかっこいいってなってるんじゃないですかすげえ進化してましたからはい次ダーイケさんですね。つか いつも送っってくれる方ばっかですねさっきからダートのコーナーをリアタイヤ滑らせながら走り抜けるオフ車や飛んでるのではと思わせるほどジャンプしてダートを走るオフ車バイクというより自由自在にバイクを操ってるライダーを見るとかっこいいと思うんですよねバイクっていいなはグレーゾーンですが寝坊してもすり抜けして仕事に間に合わせることができるあまりやりたくないですがと書いてありますがオフ車はねあの本当に操ってるとかっこいいですよねオフロード車ってね僕もまあやちょっと乗るんですけどあれ なんていうんですかね、めちゃくちゃやっぱ難しいんですよ。あれなんか見てるみたいには絶対行かないんですよね。あの本当に難しいんですけど、面白いんですよね。だから、あの本当にこうポーンって飛んでる人たちって、あのなんていうんですかね、本当に運転上手いと思いますよ。なので、ただオフロード自体は、その必ずしも上手じゃなきゃや,んなやっちゃいけないっていうことではないので、あのすごい入り口の狭い、低い、敷居の低いあのスクール的なものがいっぱいあるんで、で、 地をううよよに除光ししててもめっっちゃ楽しいんですよオフシャってなので皆さんもですねぜひお風呂のまだ未経験の方はですねぜひあの地面をなめに行ってくださいこうジャンプ台をこうやって行ってもいいんですよジャンプ台とは限らないですからねもしかしたらラクダのこぶかもしれないので皆さんはそこをはっていくだけでいいわけですよあ,のあれみたいにね尺取り虫みたいにこうやってね僕はそうしてますなので まああのそれでもですねめちゃめちゃ楽しいんですよなので皆さんあのセローで尺取りしに行くっていうのもですねお忘れなくということでさあ行きたいと思います次バイクかっこいいと思う時は自分のバイクは常に最高にかっこいいと思ってます特にイケメンだと思う瞬間はドラサのメッキパーツが光って生えてる時ですねちなみに今日大型の教習を申し込みましたがドラサ400は乗り続けますということでおめでとうございます え、これドラッグスター 400GSX250S カタナさんですね。はい。大型行くんですね。ぜひ頑張ってですね。あの、受かってください。やっぱり免許に制限があるってのは面白くないと思うんでね。欲しいバイクが欲しいように買えるように。もう制限はお金だけで十分だよって思いますからね。はい、次。えー、竹原さんですね。バイクのかっこいい瞬間は SR400 みたいに街乗り交差点で。 演出としそうなところでアクセルワークでパタパタエンジンが駆動してるのを周りの人に聞かせてると思いながら乗っているときですね。あれ気持ちいいですよね。単発のパタ,パタ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 っていうのはね。あの個人的にもね、そこ大好きですお。お来ましたよ。リターンライダーブラック RX さん。バイクのエモい瞬間。エモいと来ましたか。はい。散々走った後エンジンを止めた後もしばらくラジエーターファンが回り続けているとき。さも俺はやったぜとバイクが言ってるような。夏場の4発フルカウルは水冷でも熱いぜ。とつかちゃんも、とつかちゃん企画の今後。 オカちゃんも登場を求む実はアンチヤマハだったりしたら面白いスい「ン金」に侵されていたり緑に染まったりって書いてありますねで今バイクによってはあるんですよね「キーオフ」にしてもあ,のある一定水温下がるまでこうファン回り続けるタイプもありますし切ったらそのままオフになっちゃうバイクもあるんですけどねその切っても回ってるタイプのオートバイだとこういう楽しみがあるということですね次サーフならさんいつも楽しく配置をしていますバイクのエモい瞬間みんなエモいってきますね募集するときエモいにしとけばよかったでっすね行ってます エモい瞬間いつも楽しく拝聴していますバイクのエモい瞬間友人とツーリングに行った時お互いのバイクを交換して乗ったりするのですが友人が運転している自分のバイクを見て俺のバイクかっけーって思いますどんだけ好きなんだって話ですね、これねはい、ただ気持ちは分かります見てるんですね、自分のバイクをもう変態ですね、出来合いですね。 さあ次けぞさんですね高速のパーキングに停めてるときにバイク乗りじゃない人たちに千望のまなざしで見られているときオーナーにではなく一般の人にかっこいいと思わせているときが最高ですまあねあのー、やっぱり皆さんが乗ってるオートバイってそのまあ排気量問わずねあのー、やっぱり あのどれもこれももこねね最近のバイクはね本当にかっこいいいと思います当然目がこういってずっといろんなバイク見ていくとあれがかっこいいこれがかっこいいってなってはいくんですけどもただ普通に止まってるだけでですねかっこいいバイクばっかりですよみんなかっこいいだからそういった意味ではですね当然ね見た目で分かりやすくかっこいいっていうものもあればその機能美としてのかっこよさだったりとか人と人が乗ることによってかっこよく見えるものもあります。例えばボルトなんかは人間が猫背で乗 てる姿を見せたいデザインになってるんですねあれというふうにですねいろんなかっこいいがあるとは思いますけどもバイクはかっこいいというふうにまとめておきましょうクラウドスクーディングさんごめんなさいね読み方違ってたら走り終わってガレージに止めて23歩歩いて振り返った時俺のバイクは美しいといつも思っていますこのチャンネルを見続けたせいか美しいと思えるバイクランツァを増車しましたこれで50%のヤマユーザーになりましたということですね まあね、行っちゃうかと思いきや、2、3歩歩いて振り返るわけですね。<laughs> まあ分かりますけどね、気持ちはね。もう大体、まあ皆さん同じことやってるでしょうね。まあ私もやってますけど、まあみんなやるでしょうね。ライダーみんなやってるんじゃないですかね。はい、と思います。確かにね。 止まってから振り返っちゃうんですよね。あるあるですね、これはね。はい、次。セロー・シンジさんですね。バイクのかっこいい瞬間です。ツーリング中に見かけたのですが、オフィシャドリさんがバイクはもちろん、フル装備のライダーさんも全身泥だらけになってる姿を見たときです。オフロードを走っているシーンを想像できて、かっこいいなと思いました。私はセローで林道とことこ走るぐらいですから、まさにオフィシャドリって感じの強者感にしびれます。わかりますこれ。あの、べちゃべちゃになってるやつでしょ あ,ありますよね。どんだけかっ飛ばしてきたんだってのもありますけども、やっぱり使い切ってる感じ、運転がうまいんだろうなってこう思わせるような、あの泥だらけ感ですよね。あの容赦なく汚してる感じも。バイクってやっぱそういうのありますよね。道具ですから。 あの一部の面としてはね道具でもあるのでやっぱり使い込んでる感じっていうのは魅力的ですよね例えばナイフとかでもねあの使い込んでるナイフとかキャンプ場で持ってる人がいるとこうなんかおなんかすげえ慣れてる感じでかっこいいななんかベコベコの半号とかねあのこうあもうこれでずっとやってんだろうなみたいな感じのかっこよさ使い道具を使い切ってる感じっていう言い方がいいですかね使いこなすというよりは使い切ってる感じが確かに魅力的に映ったりはしますね。もううそんなねナイフでこう もう人刺しまくってね帰り道でびしょびしょになって真っ赤っから出てきたりとかねもうナイフ使い切って包丁出刃包丁使い切ってるとかねさあ次行きたいと思います。えー、月里みかんさんですかね バイクっていいなぁとなる瞬間私の場合は大学時代の体験が忘れられません真冬の夜中名古屋の友人宅から滋賀まで高速なんか使わず真っ暗な山道をセローで走り抜けて帰宅午後3時に凍えながら家に着いてお風呂にお湯を張り芯まで火切った体で浴槽にドボン寒さと疲労と眠たさのトリプルパンチが全てこの瞬間のためにあったんだなぁという感気に変わる瞬間でした今乗ってる快適な FZ1 フェザーではなかなかましてや車でなんかは決して味わえないあの感覚こそが私にとってのバイクっていいなあの瞬間です 現在さらに超快適な T-MAX560 テックマックスの増車に向けてネマッシュです。<music> まあそんなわけでですねあのー。 ライダーズハイな話ですよね。僕はね、逆にね、結構長距離走って、もうほんとヘロヘロになって、家に帰って冷静になった時、お風呂に入った後とか、お風呂に入ってる時とかっていう時に逆に怖くなったりすることはあるんですよね。俺、帰り運転してた寝てたって思ったりするときあるんですよね。多分実際は起きてるんですけど、なんかあの、ふと一瞬記憶飛んだような気がするなっていう時に、 何分ぐらい飛んでたんだろうなとかでも別に普通に走ってたから実際一瞬なんだろうなとかね結構ね冷静になると怖い瞬間の方が多かったりしますさあ次、えー、m t p イさんですね。 バイクのエモい瞬間というか何というか SR400 って夕暮れの時が一番かっこよくないですかクローンメッキが一日の終わりかけの赤、夜の訪れを知らせる青の2色が鈍く輝き車体のシルエットをよりはっきりさせる影によって最高にかっこよくなる瞬間だと思っています逆に MT10 は地下駐車場に停めて人工の光だけが当たっている時が好きです最高にかっこいいバイクを見据えながらバイクに向かって歩いている時が一番テンション上がっている時かもしれませんかっこいいじゃないですか地下駐車場であのなんかこう カッカッカってこう歩いていく瞬間でしょなんかもうプロモーションビデオみたいですね。そこで盛り上がりながらライダーが。普通ね、こうちょっとクールな感じにヘルメット片手にこう、スタスタ歩いていくんですけど、中身はにやけてるのかもしれないですね。はい。確かにそうかもしれないです。まあ、そんなわけでですね、今回は、あのー、バイクが、 まあかっこいいなと思う瞬間というテーマで皆さんから募集してさせていただいたと。でいただいたコメントに対して回答させていただいたんですけどもまあいかがだったでしょうかいろんなかっこいいがありましたね。でもどれもこれもですねああそれわかるっていう話が割と多かったんじゃないでしょうか。っていうのはですねきっとということはですね例えば いろんなライダーがいますけど、知らないライダーもですね、同じ気持ちで走ってるっていうことですね。だから、バイクってやっぱ面白いなっていうふうに思わせるような、みんな結局ね、楽しみ方も考え方も心も似てるし、みんな自分のバイクで気合いして走ってるし、そういうふうに考えればですね、よりあの楽しいのかなと、ね、思います。なので、今回はですね、こういう感じのテーマにさせてもらったんですけども、次回はですね、こういう話をしてほしいにしましょうか。テーマ的なもので、ラジオでこういうの触れてもらえませんかとか、 あのフリートークでこういうのやってもらえませんかっていうのがもしあればですね教えていただければまあそれに対して答えていきたいなというふうに思いますそしてもう一個はですねあのさっきあのコメントのところで今大型メイク取りに行ってらっしゃるって方いましたよねドラッグサイ400乗ってらっしゃる方ねあと刀持ってる方ね <laughs> あの方とかいましたけども皆さんなんか今逆にちょうどたまたまのタイミングかもしれませんけどもバイク欲しいなって 買おうと思ってる方っているんですかねそういえば聞いてる方でっていうのももう一つ裏テーマとして募集しようかなと今これ買おうと思ってますにしましょうかはい今これ買おうと思ってますっていうのもですね合わせて募集させていただいて、えー、今回の放送はおしまいとさせていただきますさあもう今頃みんな顔面地だらけでスマホを落っことしてスマホも割れてるかもしれないですけど最後までお付き合いいただいた方ありがとうございました、えー、ゆっくり成仏してくださいまた次の動画でお会いしましょうさよなら